はい、まあ、残すところ少なくなってまいりました。星原マンも、オリジナル曲をいくつか、配信してまして、今年3月と今年8月と、2回、配信しまして、両方 Amazon Music で、1位、遊園地部門で1位をいただいたんですけども、今年の8月最近配信しました花火という曲を、ゆったりと聴いてください。ありがとうございます、線香花火が始まって最後は大きな大輪の尺玉花火に変わっていくっていうねお話なんですけども、何の説明なしに演奏してしまいましたけど、そういったストーリーを混ぜながらもうね今年も花火シーズンというのもねあとわずかになってまいりましたけども、今日はもう目いっぱい夏を満喫してね、